ダメ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 ドゥビドゥビドゥビおはようございます。ありがとうい, いいね。はい。ちょっと。かっこいい。ありがとうございます。はい。この辺をちょっと。もうちょっと ？OK？ OK。OK。現場は朝早いんですよ。でも前回のこういうみんなで揃ったビジュアル撮影の時もこんな感じでこれに前回はちょっと映像もあったからやばかった。敵や敵や綾野剛、あー映画のやつね。寒さ耐性が全然ちょっとついてない。わからなすぎた。あ、こうか。これを。いいやつなんですか。バッター。めっちゃめっちゃごめんなさい。行きたいんですけど、取り投げていいですか。行ったら。そっから上だけ取って。目はやっぱこうちょっとちょっと低いトーンでやっぱ喋る。それがやっぱ韓国語の日本語じゃなくて韓国語で No, 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 no. これはもう話さない。もう話さない。でも昔 BTS の方が日本語でなんかこう言ってたんですけど、お前のこと大好きだよってやってて、あ、こういう感じだったらどうしようって思いました俺。やっぱいいわ。いいよ。もっと油なし。あ、いい。
ライブ行ったのとブルーノマーズ行ったのと曲作ってる以外してない。あとジム通ってる。今年の目標マッチョなの僕。でもなんか写真撮りに行ったりとか動画撮りに行ったりとか、なんか割とインプットしてますね。カメラ持ってどっか行って一人でとか、ちょっと遠出して撮って何も考えないとか、そんなことばっかしてますね。ラストサバいただいていいですか。サバ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 ダバダバダバ。十分いった、十分いった、十分いった。サバダバダバダバ。ジュビジュビジュビ。あ、ジュビ。サバダバダバジュビ。衣装着てたのさ。あれだよ。やっぱ汚しちゃったらやばい。いや衣装着たらやっぱ汚しちゃったらやばいから。よ、ラッパ。汚したらやばい。元々笑う。汚したらやばい。どうしたらやばい。出てよ、ジュエリーを買った男。今までやったことないことをやってみようというところのチャレンジもあり、なんか大人の色気みたいなの出てきましたね、みんな。いやマジでみんな大人になりましたね。なんかなんだろう、なんか俺わかんないけど何かを乗り越えた顔してる。いろんなことを、ね、いやなんか乗り越えた顔をしてますね。何があったかちょっとわかんないですけど、なんか大きなものをみんなこう経験して一皮向けた顔をしましたね。グループ全体がやっぱり大人になっていくってところで、やっぱりクリエイティブもね、そのなんだろうな、きちっとそこをいうところを合わせてなんか行きたいなっていうのは普通に思いますね。その年でしか出せない魅力というかをなんか嘘つかずになんか出していきたいなみたいな。でも人間はやっぱりその変わっていく、変化していくから新しい魅力が出たりとか新しい出会いがあったりとかなんかあんだなと思うんで、そういう風にしていきたいなと思います。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。